皆様ようこそお越しくださいました。前期と申します。今回ご紹介させていただきますのは、ことぶき屋さんから発売しております総裁少女庭園ことぶきぶき子でございます。まずはじめに、このことぶきぶき子というキャラクター、どんなキャラクターかご存じない方のために簡単に補足させていただきますと、何年か前にテレビアニメで放送しておりましたフレームアームズガール、そちらに登場した主人公源内青の友人ですね。アニメ本編での登場はそれほど多くなかったんですけれども、かなり強烈なキャラクターでしたし、作中でもことぶきニッパーについて熱く語るシーンなんかがあったりするものですから、アニメ見たことがある方は結構印象に残っているキャラじゃないかななんて思います。ちなみに、まあこれも皆さんご存知だと思いますけども、先ほどちらっとお話しした主人公の源内青、すでに総裁少女庭園でキット化されておりまして、現物がこちらですね。これも初めて作った時にアニメに登場した源内青の雰囲気、見事に再現されている素晴らしいキットだったんですよね。特に私の場合、フレームアームズといいますか、ことぶき屋さんのプラモデルを作るきっかけがこのアニメだったりするものですから、そのアニメに登場したこの源内青と今回のことぶきぶき子、並べて飾ることができるっていうのは非常に嬉しかったりします。では早速パッケージご紹介してまいります。正面がこんな感じになっておりまして、正直アニメを見たことがあるものからしますと結構ツッコミどころがあるパッケージのイラストになっておりまして、まあ、まずはそもそもことぶきぶき子のこの字体ですね。なんでこんないかついというかかっちょい筆文字なんだろうっていうのもありますし、あとは躍動的なポージングのせいもありますけども、かなり頭髪周り繊細で綺麗になっているものですから、一見するとこれがことぶきぶき子なのかって不思議に思うぐらい可愛らしいイラストとなっております。そして、まあなんと言いますか、非常にたわわになってますよね。両手にことぶきニッパーを持っております。箱のサイズは通常の総裁少女伝サイズですね。側面の方がこんな感じになっております。ちょっと見切れてるのでカメラの向き変えますけれども、一番上の方がイラストと塗装済み完成品の写真、両手にニッパーを持っております。で、真ん中にフェイスパーツ。タンポインサイズのフェイスパーツ5種類で結構豊富ですよね。で、下の方にこのスカートパーツですね。総裁少女庭園はだいたい自然なポージングを取らすことができるように専用のこういった追加パーツがつくんですけども、今回のことぶきぶき子、ガニ股といいますか、股を開いた状態のスカートパーツが付属します。で、アクセサリー類としてスマートフォンですとかスクールバッグも付属します。このスクールバッグについてるこのキャラクター、ちょっと名前忘れてしまったんですけど、ヘキサギアか何かの方のイメージキャラクターですよね。で、反対側がこんな感じになっておりまして、これが無塗装パチ組の写真。正直見た感じ、かなりカラー再現度は高いんですけども、あえて言うんであれば制服とか襟のところの黒いラインですね。そこがないくらいなので、そこだけ塗り足すれば、それだけでかなり塗装済み完成に近い仕上がりに作ることができると思います。で、あとは水転写デカール。アイデカールと、この下の方につきましては、制服か何かにあるマーキングですかね。で、あとは注意書きとなっております。では中身の方もご紹介していこうと思います。フレームアームズガールとか女神デバイスとか、そういったキットしか普段作られてない方には、一見するとこのことぶきぶき子というキャラクター何者だってやっぱり思うかもしれないんですけれども、ぜひそういった方はアニメ配信サイトとかにありますフレームアームズガールのアニメ、ぜひご覧になってみてください。で、まず一袋目がこちら、フレッシュカラーの太もも周りですかね、普通の立った状態と座ったもの両方入っているようです。で、次にこちらが制服の側面といいますか、そういった部分ですね。あとは袖の部分、反対側がスカートのフリルであったり、これが襟の部分ですね。まあ、この輪郭のところだけちょっと黒く手塚で塗装しようかなと思っております。で、あとはこちらが頭髪パーツ。結構濃い緑色ですね。こちらにグリーンの展示ベース。まあ、これは多分ことぶき屋カラーってとこですね。で、こちらの方がスクールバッグ。で、こちらがタンポ印刷されたね、フェイスパーツ5種類とおパンツパーツ。グレーなんですね。で、こちらの方が靴のパーツと、これどこだろう、多分肩か何かのパーツですね。で、これが部分塗装されてるパーツ。まあ、金が塗装されてるんですけども、横のラインですね。ここだけマーカーが何かにちょこちょこっと黒で塗っておきたいと思います。で、あとは、こちらの方が、大量にある手首の可動ジョイント。今回も手首パーツは非常に多いです。で、こちらの方が、ニッパーのパーツですね。アニメのオープニングでも、ことぶきニッパー両手を持てたので、ちゃんと2個同梱されております。で、これが、襟元のリボン。で、こちらの方が、塗装済みのチェック柄のスカート。これ先ほどご覧いただいた源内青と同じですね。で、こちらの方がフェイスパーツ。おー、表情豊かですね。個人的にはこの下テラの皮とかがいい感じだと思います。で、あとこちらの方も細々としたカラー再現のパーツ。これはスクールバッグのファスナーのとこですね。あとは襟元だったり、このニッパー型のスマホケースの付いたスマホ。こんなケース本当にあるんですかね。で、こちらが頭部のリボンパーツ。で、こちらの方が、おっと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 。が、ハンドパーツ。で、ハンドパーツは、おっと。さらに、結構豊富な種類が付属されております。で、最後、こちらの方が、デカールシール。こちらの方が、アイデカールで、反対側に、これ、交渉か何かのマークですかね、の、水転写デカールがあります。
キットはこれで以上となります。ちょっとズルズル落ちてしまいましたけれども、まあ言っても女の子キット1体分なので、他の総裁少女店作られた方にはおなじみの分量じゃないでしょうか。専用の座りポーズもありますし、結構お手軽に組んで楽しめるキットだと思います。で、次に紙類ですけども、説明書よりまず先にですね、毎回総裁少女店についてこの別刷りのフルカラーのパーツリストですね、まあベラボーに多くないのであれなんですけれども、とはいえやっぱりこのカラーでランナーが一覧になっていると探すとき楽でいいですよね。こちらフェイスパーツの名称とかハンドパーツのことが掲載されております。で、最後作り方の説明書、総裁少女庭園若葉女子冬服ことぶきぶき子もうほんとたわわですね。で、中の方に参りまして、こちらプロフィールであったり塗装済み完成品の写真、まあここにも書いてますけども、語尾が何々なりとか特徴的な喋り方する子でしたね。で、こちらカスタマイズということで、このフリスベルグのボディに武器庫の頭が乗ってるってなかなかなもんですよね。で、こちらの方に、現内アウトの記念写真ってとこですかね。で、下の方に、その他のメディア展開とか書いてあります。で、次のページが注意書きありまして、その隣から作成が始まって、まずは頭部の組み立て。まあ、これにつけましては、総裁少女店員というか、フリーマームズガールもそうなんですけども、特にこれといった注意点といいますか、難しいこともなく、2つのツインテールにはボールジョイントで稼働があるようです。で、次のページが上半身の作成。肩の部分につきましては外の引き出しの関節がありますね。ただ制服の形状を優先しているので胸の下に可動はないです。で、首とか襟をつけて胴体の完成。で、次のページで今度はいつものようにこの怒涛のハンドパーツ作成ですね。この手首ジョイント、これ片手だけなんですけど11個作ると。個人的にはこの下段真ん中ぐらいの持ち手カッコアニメオープニング再現っていうのがあるのが嬉しいところですね。で、ワンボを作って右腕の完成、反対側も同様に11個の手首ジョイント、そして上腕部分とかを作って左腕の完成。で、次のページで胴体に両腕を取り付けて上半身の完成。ここから下半身ですね、おパンツパーツに上下スライドできる股関節のパーツを取り付けて、ここから右足の組み立て。まあこの辺につきましても通常の総裁少女店員と同じですね、膝の可動の関節は1個です。で、次のページで今度は左足を同様に作成。で、腰部パーツに両足を取り付けて、で、次にことぶきぶき子の組み立てということで、まだスカート、これ普通の立った状態のスカートですね。で、これが作りましたら上半身頭部取り付けてことぶきぶき子の完成。で、展示ベースの作り方と使用方法、次のページでまだスクールバッグですね。ちゃんとこのファスナー部分がシルバー成形色のパーツで再現されているっていうのが芸駒ですよね。あとはこの E の10のこのパーツ、塗装しようかどうしようか悩むところなんですよね。まあ可能な限り色は入れたいなと思っております。で、持たせ方があって、次のページでそれ以外のドリンク、まあドリンクは別売りですけども、あとはスマートフォンの持たせ方とかニッパーの持たせ方、ハンドピースの持たせ方。で、次のページで座り状態の作成。座り状態そのものは他の総裁少女ではないキャラクターにも基本的に同梱されていることがほとんどなんですけども、今回のことぶきぶきが股開いているものですから、まあ、はしたないと言いますか、何と言いますか、うまいこと飾らないとえらいアングルになっちまいそうですって、こんなイメージがあります。このあぐらがかけるってのはいいかもしれないですね。で、次のページが各部の稼働、達成品とのコラボレーション、ワン部のスイング稼働とか脚部のスライドギミック、膝につきましても引き下げることによって稼働範囲が大きくなりますよっていうことですね。で、こちらメガデバシリーズの頭部の交換方法とか、現内アウトの表情パーツの交換が書いてあります。最後のページが、まずこちらがオリジナルカラーシミュレーション。まあこれも毎回総裁少女店についてくるんですけれども、なんで右側はパジャマなんだろうってちょっと謎ですね。で、下の方に関連商品、これ来月ですかね、発売予定のモデラーズエディション。私こちら購入はしてないんですけれども、皆さんの中にはこちら買われる方も多いんじゃないでしょうか。で、こちらがカラー&デカールガイド。まあ基本的に大体のカラーがほぼ成形色とか部分塗装で賄われていましたので、やるんであれば先ほどお話しした制服のところの黒いラインですとか、あとこのニッパーとかですね、まあ、このスマホケースとか、このスクールバッグについてるこの人形ですね。まあ、これについてはどうしようかめちゃくちゃ悩むところです。下にもカラーのいろんな配分のことが書いてあります。説明した以上、こんな感じですね。ここにもいろんな写真が載っております。では、早速作成して、完成品の状態、ご覧いただきたいと思います。
ほんの数パターン程度ですが、ご覧いただきましたいかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。で、今回のキットなんですけども、私にしてはまあまあ頑張って塗装させていただきました。で、主な塗装っていうのが武器庫のこの上半身部分とこのバッグですね。ですので、この2つについてのみ塗装したところがテカテカしないように、全体的に均一になるようにトップコート、艶消しのものが吹いてあります。では付属品や交換パーツの方からご紹介してまいります。まずは左奥、展示ベース。この総裁少女庭園だし、このジグソーパズルのピースを模したベースとなっております。カラーにつきましては武器庫どうこうというよりも、ことぶき屋さんだからこのカラーって感じですね。スタート上で角度を変えることができた、高さも変えることができます。先端に追加の延長のジョイントがありますので、きっちりとこの台座の真ん中で武器を立たすことができます。当然他のキットをお持ちの方は、ここの部分ですね、他の展示ベースと連携することもできます。続きまして、フェイスパーツ。今本体についてますのがペロリ顔ですね。それ以外に4種類。合計5種類っていうのは現内青と同じなんですけども、5個もあればなかなかいいですよね。で、まず左のから。こちらがドヤ顔ですね。まあ、ドヤ顔って言えばドヤ顔なんですけども、なんか大声で叫んでる叫び顔、そんな感じもありますよね。で、次にこちらがニヤニヤ顔。もういい感じのニヤニヤ感ですよね。刃が見えております。で、次にこちらが泣き顔ですね。目尻のところに涙まで綺麗に刺されております。で、最後こちらがニコニコ顔ですね。この白い歯が見えてニカーっていう感じ、可愛いですよね。で、これが全部で5種のフェイスパーツが同梱されるんですけども、頬瓶のところであったり、目のハイライトのところとか、非常に綺麗に刺されております。これだけ5種類あれば、ほんといろんなシチュエーションで飾ることができますよね。続きまして、ハンドパーツ。今本体についてますのが平手。それ以外に11種類。要は全部で12種類なんですね。で、数がむちゃくちゃ多いものですから、今ここの台の上には、すべて右手だけ乗せてあります。当然これと同じように左手も同梱されております。では、順にご紹介してまいりますと、まず左、上段の方から、こちらが握り手。特に何かを持たすってわけではないですね。で、その隣が指差して、で、その隣が通常の持ち手ということになってました。まあ、指のところが角張ってますので、スクールバッグを持たせるのが最適ですね。で、その隣が幅の広い持ち手。これにつきましては、この手のひらのところに、こんな風にピン穴が開いてまして、アフタースクールセットか何かのドリンクを持たすことができます。ちなみに、このハンドパーツのみ手首のところに可動がありません。で、その隣が狭い持ち手。まあ、いわゆるスマートフォン持ち手ですね。で、下段の方に参りまして、左の方が丸い持ち手。まあ、竹刀とか持たすの最適です。で、その隣が、ニッパー対応の持ち手。要はこの、親指の付け根のここの部分ですね。ここに後でご紹介します。このことぶきニッパーですね。これのグリップ部分を差し込んで、きっちり保持することができます。で、その隣が V サイン手、ピース手ですね。で、その隣、これが、掴み手。要はこの、脇みたいな感じになっているやつで、なんか持たすというよりも、これを構えて、掴みかかるぞ、みたいな感じで使用することができます。で、その隣がオープニング再現用の持ち手ですね。狐みたいな形になってますけども、この親指と中指薬指の間にこれも同じく、ことぶきニッパーのパーツを持たすことができます。で、最後はこれ特殊な持ち手ってことだったんですけども、これは今月2023年10月に発売になります、モデラーズエディションの方に同梱されているエアブラシのハンドピースを持たせるためのものになります。以上、ハンドパーツは合計で12種類が付属します。続きまして、つま先パーツ。今本体の方が靴。で、こちらが靴を脱いだ。靴下ですね。お家にお邪魔して靴を脱いだ状態、その靴下を再現するためのものになります。当然こちらが左右一対。で、次に、まあ、交換パーツといえば交換パーツなんですけども、座り用の太もも腰部パーツがこちらですね。今こうやってスカート履かしておりますけども、まあ、かえって意識するとあれなのでもう取っちゃいますけども、このスカート取るとこんな感じになっておりまして、この股のこの開いた角度ですね。これは固定です。潜在画像の方ではモデラーズエディションに同梱されている事務椅子みたいなものに座ってたんで、背もたれ部分が大きいと座らせるの難しいかなと思ったんですけれども、先ほどターンテーブルでご覧いただきました、私の持ってるカフェテーブル用の椅子。これですね、結構ここの幅広いんですけれども、特に問題なくこんな感じにきちんと座らせることができます。で、この太ももの部分ですけども、ここにロールがありまして、この部分ですね、ここにロールがありまして、この椅子に座った状態ではこの膝から下をまっすぐ立てて、で、内側に向けて左右のすねを内側に畳むことによって、これも先ほどご覧いただきました、あのあぐらをかいた状態ですねが再現できるようになっております。こういった太もものロール一つでいろんなシチュエーションで飾ることができるっていうのはいいですよね。あと、まあ個人的に武器庫の下着がこのグレーっていうのはちょっと意外でした。やはりこういった自然なポージングができる専用の太ももパーツとかスカートパーツがついてくるってのは嬉しいですよね。次に付属品の類ですけども、ここが私今回の中で一番苦労しました。まあその理由が塗装なんですけども、まあ手軽にできたものからご紹介してまいりますと、まず右のこのちっこい2つ。これ形状全く同じなんですけども、これが、まあ言うなれば、ことぶきニッパーですね。成形章がグリップ部分で、先端のブルーの部分だけシルバーで塗装しました。これが2個同梱します。ちなみに現内青の時には1個でした。次にこちらが、ことぶきニッパーを模したようなケースに入っている、
武器庫のスマートフォンですね。まあ、これも成型色はこのコトブキはグリーンといったところでしょうか。両側の先端のこの濃いグリーンとこの白い輪郭で黒い画面の部分、下の方になんかこんなゲーム機についてそうな黄色いボタンがあるんですけども、これも私ので塗装しました。まあ、塗装の輪郭とかかなりザラザラになっちゃってますけど、その点はご容赦ください。後ろがこんな感じになっておりまして、白いところとこの真ん中のカメラの黒ですね。まあ、これも本来の塗装済み完成品といいますか、カラーガイドで言いますと、もうちょっとこの黒大きかったんですけども、まあ、私の技術ではこれが精一杯ですかね。ただ、個人的にこの、ことぶきに一歩を模した感じのこのスマホケース、ちょっと欲しかったりします。そして私が今回のキット作成で最も苦労したこちらが、スクールバッグですね。まあ、どこが苦労したかっても見て一目瞭然なんですけども、ここにおります簡単ヘキサギアサナちゃんですね。バッグそのものは、もともとこういったマットな感じだったんですけれども、このベルトの部分と角っこのところ、本当はもうちょっと青がかった色なんですけども、まあ、ベース色が違ってればいいかなって感じで、こちら側と反対側、共にここ側の部分塗装してあります。あとこの金具のところですね。なんか結構鈍い色になっちゃいましたけども、まあ、金具っぽさがあればいいかなと思います。で、なんと言いましてもこの、簡単ヘキサギアサナちゃんですね。これにつきましては、このフレッシュカラーが成型色でしたので、この髪留めとヘキサジョイントのオレンジとか、頭髪の茶色、服の赤、袖の白。ちなみにこの口の中の白と口の下にありますちっこい白い点々みたいなところ、あれ襟ですけども、あそこも白で塗装しました。もうおっさんの小指と比べていただいても、どんだけちっちゃいものがあったらお分かりいただけると思います。頭部のこの髪飾りですね、カラーガイドでは何書いてるか分からなかったので、ことぶき屋さんのヘキサギアの公式サイトに行きまして、簡単ヘキサギアサナちゃんの潜在画像を見て、ここひらがなのサが書いてあるんだって分かったので、ここもサーっていうふうに私の方でペンで書いてあります。まあ正直このぐらいのものであれば無塗装でもいいかと思ったんですけれども、一応やってみようと思って、かなり塗りとしては粗いですけども、配色としてはこんな感じになりますよってことが伝わればいいかなと思っております。とかなんとか言いつつ、個人的にはかなり満足した出来となった今回の武器庫のスクールバッグ、こちらとなっております。では、ことぶき武器庫本体の方をご紹介してまいります。手で取りますと、こんな感じになっておりまして、ちなみに今回のこのキット、この武器庫本体についても所々塗り足しをしております。まあ、そこも含めて上から順にご紹介してまいりますと、まずお顔はこんな感じになっておりまして、これがペロリ顔ですね。このペロリの下のところも立体的になっております。で、改めて見てみても、やっぱりこの目の塗装はめちゃめちゃ綺麗ですよね。で、まず頭部なんですけども、このツインテール部分、リボンは成型色なんですけども、この頭髪のこのボールジョイントで稼働する、この根元の結び目のオレンジを私の方で塗装しました。で、頭部の稼働は今の髪の毛に加えて、あと首の部分ですね。これ頭部側のボールジョイントのみです。首の付け根に稼働はありません。ここを利用して、前、後ろ。まあ、稼働範囲はそんなに大きくないですけども、襟のあたりをこういった綺麗なデザインでそのまま再現してますので、頭部の稼働はこれでも十分だと思います。で、次に腕ですけども、肩の接続がボールジョイント。で、これ押し込んだ状態なんですけども、こんな感じに分かれていただけますかね。内外の稼働があります。目いっぱい出してこのあたり。こうすることによって、まあ、干渉を避けて、まあ、それでも腕は、横奥は水平までですね、まあ、外側まで持ってくれば、まあまあ外側まで挙手させることもできます。で、ロール軸がこの腕の場合なくて、この前腕のこの肘のとこですね、ここで多少こういうふうに腕を回すことができます。で、肘について曲げて、まあ、90度ちょいってとこですかね、まあ、このぐらい動けば十分だと思います。で、私の方で他に塗り足したところが、まずこの袖口のこの黒いラインとこのボタンの金のとこですね。で、手首は可動ジョイントをぐるぐる回りまして、角度も変えることができます。ただ、ジョイント位置が結構奥まってますので、まあ、この袖の範囲内で輸送の稼働ができるって感じですね。次に胴体胸回り。でですね、パッケージラスを見た時にはかなりたわわだったんですけれども、こちらの現ナヤオと比べると、どうですかね。まあ確かに大きいっちゃ大きいんですけれども、パッケージラスほど強調されておらずに、アニメ本来のイメージをきちんとこのサイズ感も再現しているかなっていう気がします。で、胴体周りで塗装したのが、この制服のこの黒いラインですね。襟の部分のこの黒いライン全部と、この縦の2本の黒いライン、ポッケの黒いラインと、背中のこの真ん中の部分の黒いライン。で、ここになんかあります、このなんかですね。まあ、こういった制服のこのパーツよくわかんないんですけど、この一周ぐるっと黒と、この金色のボタンのとこですね。ここが私の方で追加で塗装したところになります。この表側の金のポチポチはもともと塗装されていました。で、稼働につきましては、まあ見ての通り、胸のところに稼働がなくて、腰部一箇所のみ、ボールジョイントですね。で、これを使って、この腰の部分で下半身を、多少動かすことはできますけれども、可動範囲もまああんまりないですね。ただ、現内アウトの互換性がありますので、スカートのデザインも含めて、先ほどご紹介した股を開いた座っている下半身だけではなくて、現内青側の足を揃えて座っている下半身、あれと交換すれば、ことぶき武器庫でもおしとやかに座らせることができます。で、股関節ですけれども、股関節は左右それぞれ独立して高さを変えることができます。これ今膝が揃ってて、両方同じところなんですけども、向かって右が左足だけ下げますと、こんな感じで。
ちょっとお分かりいただけましたね。ちょっとだけ避けることができます。で、これで干渉が避けるとは言っても、スカートがありますからね、スカートの範囲内で前、後ろで横というふうに稼働させることができます。で、こちらも腕と同じく、この太ももあたりにロール軸はなくって、膝については関節1個、このままの状態でグイッと曲げて、まあ、このぐらいですね。で、説明書の中にこの膝の接続位置ですね、この軸を少し下げることによって角度を変えることができるとはあったんですけれども、実際そんな目に見えて大きく変わるわけではないです。まああんまり下げすぎてしまうとここの隙間も目立ちますし、まあ個人的にはこの目いっぱい押し込んだ範囲で曲がる範囲、まあこれで十分かないという気もします。で、最後足首はこの状態から後ろ前、靴は軸で刺さってますので、この状態で左右に向きを変えることもできますので、こんな風に大股開きで仁王立ちの時でも足裏ぴったり設置して立たすことができます。正直この商品が届いてパッケージイラストを見た時に、なんかえらい可愛いと言いますか、めちゃめちゃアレンジされたデザインだったので、アニメの武器庫が結構変わっちゃったのかと一瞬思ったんですけれども、いざこうやってきっと組み立てて、まあ今これペロリ顔なんですけども、こうやって作ってみますと、フレガアニメに登場したことぶき武器庫、プロポーションとかデザイン含めて本当見事に再現されてるんですよね。冒頭にもお話ししました通り、本編での登場シーンの数っていうのはそんなに多くなかったんですけれども、登場するたびに結構なインパクトを放つキャラクターでしたからね。これも先ほどお話した通り、やたらとこと細かく熱くことぶきニッパーを語っているシーンなんていうのは結構記憶に強く残ります。それに加えて今回ようやくアニメに登場したフレームアームズではない女の子の源内青と、今回のことぶき武器子、この2人が揃ったわけなので、フレーがアニメを見ていた人間としては、しかもそのアニメからフレームアームズのキットに入った私からすると、この2人が揃ってくれたっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですし、このキットこそ買ってよかったなというふうに、そんな風に実感しております。総裁少女庭園フレームアームズガールことぶき武器子はこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりましたことぶき武器子、いかがでしたでしょうか。先ほどからしつこいほど繰り返しております、私にとってフレームアームズガールのキットを購入するきっかけともなったフレームアームズガールのアニメ、それに登場した女の子の登場人物、主人公の源内青に続いてその友達でもあることぶき武器子が今回発売になったっていうのは、もうまさに行幸と言わざるを得ない、個人的にはそれだけ嬉しいものでした。パッケージイラストがテレビアニメの武器庫に比べますと、いい意味でだいぶ可愛い方向に乖離しちゃってるんですけれども、キットの方はそんなこともなく、アニメに登場した武器庫そのものの感じで、見事に綺麗に再現されていました。豊富なフェイスパーツに豊富なハンドパーツ、さらにガサツって言うとちょっと失礼かもしれないんですけれども、大股開きで椅子に座っている下半身とか、さらに地べたに座る時には、ペタン座りではなくってあぐらをかくという、そういった武器庫らしいポージングが取れるパーツがつくっていうのも素晴らしかったと思います。あと個人的には、今ちょっと見切れちゃってますけれども、スクールバッグについておりました簡単ヘキサギアのサナちゃん。カラーガイドのものに比べますと、かなり塗りが荒かったりするのは確かにあるんですけれども、個人的にはこの小さいパーツに、まあまあ妥協できる範囲で塗装できたっていうのは、いい経験になりました。と同時に、こういった小さいものに塗るという苦労、身に染みて実感しました。で、このことぶき武器庫には、先ほども話した通り、2023年10月に、椅子とか作業テーブルとか、エアブラシのハンドピースとかが同梱された、モデラーズエディションというものが発売されます。私の場合、ことぶき武器庫が変えたこと自体でも大満足なので、そちらのキットをご紹介する予定は現時点ではありません。まあ、むしろそちらのモデラーズエディションの方を買うっていう方が多いかもしれないですね。いずれにしましても、源内青とことぶき武器庫、2体並べて飾っておきたいなと思っております。美少女キットがお好きな方、フレガアニメに登場したことぶき武器庫をご存知の方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。